あの、兵庫県の明石市の泉房穂市長の政策について、山本太郎さんはどのように受け,受けておられますか。ありがとうございます。地方と国っていうのは全く違くて、財源が一番違います。国は通貨発行権がある、つまりはお金を作れるってことですね。一方で地方は財源っていうものは、自分たちでお金すれないわけだから、財布の中でやるしかないってことです。もちろん国からもらえるお金もあるけれども、他に、例えばですけれども、住人が増えることによって税収が上がる。使える お金が増えるっていうような側面もあるわけです明石は何かと言ったら子育てしやすいとかっていうようなメニューを増やしていきながら外から明石に暮らす人たちを増やしていって税収も増やしていったというような循環だと思うんですねある意味で地方自治体のやり方として非常にこれはやれることやったんじゃないかなってそう思います明石っていう位置がやっぱり神戸であったりとかアクセスがいいわけですね明石の土地という地理的に有利だったっていうところも多分結構大きいと思うんですまあ、何が言いたいかってことだけれどもやっぱり 健康投資、未来に対して投資するっていうことも一定やっぱりそこには価値があることなんだろうそれによって税収が増えていくっていうことにもつながっていったんだろうというの実例ですだからこれは国、もちろんこれは予算をつけて財政出してえ通貨発行してもやっていく っていうことは十分に価値があるっていうことをよくわかる例だなっていうふうに思いますけどね、ありがとうございます元明石市長の泉房夫さんが提唱されている休眠内閣、これに、えー、お声がかかったら、令和としては参加されますでしょうか休眠内閣っていうのは何なんですかね、ごめんなさい。 ちょっとよく分かってなくて、休眠内閣。ええ、お休みするってことですか。えー、そっち、そっちの。違う民を救う。<え>民を救う。<laughs> <laughs> 凍結するのかと思っ、また違うんですね。はい、民を救おう。なら、民を救う内閣。えー、ちょっとイメージがわからないんですけれども、どうやって救うっていうお話なんでしょうか。例えば、だけど、維新とか、今野党の中でも維新ぐらいまで、こうウイングを広げた上で。で、ひっくり返そうじゃないか、という話になっていくんですかね。いや、例えば、彼が言うには。 それぞれの政策、例えば消費税とか、えー、子育て手当だとか、そういうので、えー、なんか政策を同じくできれば、民を救う政策で一緒になれればということです、だから万博をやろうとしてる維新が入るということはないと思いますあなるほど、まあ、あの民を救う政策であるならば、もう私たち溢れてますので、ぜひ参考にしていただければというふうに思いますあの民を救う政策であるならば、私たち、ある意味で民を救う政策の宝庫ですので。 参考ににしていいいただければなとううふうに思いますえっ今の質問の関連してですね旧民内閣というのはとにかく自民党政権を倒すということで、えー、民を救う、えー、政策を並べて、まあ、国民負担を増やさなくて子ども政策とかを,を充実させていくという。 旗のとでその時に大同団結と、えー、候補者の一本化、予備選をやろうということを提唱してるんですが、こういう構想について賛同していくというお考えでよろしいんでしょうか、大同団結、予備選、候補者一本化についてはどういうお考えでしょうかありがとうございます、それ予備選ってどうやってやるんですかってことなんですよね。 はっっっきり言っちゃゃてねじゃあ例えば、各政党の例えば党員たちが投票権を持つってことになったとしたら、これはやっぱり党員多い方が得意になるだろうし、でそれぞれの選挙区の選挙に興味がある人たちが集まったとかっていうことになったとしても、これが本当にその選挙区のある意味で声を代弁してるかっつったら、私はそうは言い切れないなっていう,ふうに思うんですね。だから一般的にこの国で言う 予備選というものが一体何を指しているのかということがちょっとわからないので、一本化っていう部分に関しては、事実上、その野党共闘っていうのは、立憲民主党というか、野党第一党を生きながらせるためのえと策である、それ以上の以下でもないんですね、私たちは2021年に、そうであったとしても、消費税5%に下げるということであるならば、そこに大義があるということで、それに乗ったんですけれども、乗ったけれども、その後にはもう、消費税減税は間違いであったとか、 そればかりではなく、国会の中でもどちらかというと、自民党にとって怖くない野党をずっと演じ続けてるというか、まあ、逆に言ったら、こう、国会運営が非常にスムーズだというような野党の体制に関して、これ一本化する意味ないですね、逆に言ったら。選挙が近くなってきたら慣れ慣れしくなってとか、やたらこう猫なで声で、えー、優しくこ近寄ってくるみたいなことはあるんだけれども、選挙終わった後はもう非常に冷たいみたいなね、一緒にやっていく気が全くないってことが見えるっていう。だからある意味で、救命具として、 なんかこう使われるっていうことに関しては、非常にあのもうこれ以上は、私たちがそこに組みすることはないってことです、やはり私たちはえ当初、旗を上げたっていうのは、今のえ既存政党のままじゃ、これはもう世の中は壊れていくということを止められないんだってことがやっぱり悟ったからですね、そこに対してやはり、国会の中でも緊張感を生み出すような嫌な連中を数多くなんですか 私の方向になんかこうないやお二人さてます延長線上には幹事長もいますけどね、早くバッジつけてほしいなとは思ってるんですけど、まあ、とにかくですね、まず自分たちが数を増やすということが、一番今の骨抜きになってる野党、腰の入ってない野党に対して、腰を入れることになるだろうと。 いいう思いですまず私たちが数泉房夫さんというですね新しいキャラというか、今まであんまり、えー、既存の政党に染まってない人が、新しい提案として、休眠内閣というのを言ってるんですが、まあ、そういうものいう議員を増やすと、とにかく政権交代して国民を救うんだという人たちを、まあ、日本型の予備選で試行錯誤しながら作っていこうという趣旨なんですが、それでもなんか一緒にやっていこうとか、なんか模索しようというお考えはないんでしょうか。 どうなんですかねあの、泉さんって方は非常にスター性があるといいますかで、テレビとかで見てても。 ハニキの規制のというかズバッと物事を言ってくれるし気持ちがいいですよねだからある一定の指示というかやはり、えー、今いろんなそういう電波に乗ってさらに知名度を上げていくような状態にもあると思いますから一定の求心力っていうのはあると思うんですねなのでそういう方の動きっていうのは非常に大きな意味を持ってくるだろうとは今後思います一方で私たちがそこに交わっていくかどうかっていうのは今の時点で決められるものじゃないだろうなっていう風に思うんですねというのはおそらく自分たちの正当のままじゃ勝てないよなとかそういうようなある意味 で自分の議席を守るためにはどうしたらいいかってことを考えた人たちが、えー、そこにぶら下がろうとしていくっていうような景色も見えてくると思うんですねでもそういうような気持ちでぶら下がっているような連中が本当に国民のために体張ってでも戦うかって言ったらなかなか難しいだろうなってそう思うわけですよなのでそんなこと言ってたらいつまでも変えられないっていう部分はあるんですけれどもある意味でその泉さんが非常に強いリーダーシップを持ってそういう腰の引けてる議員たちバッジのために だったら何でもするような人たちを本気にしていくというのは非常に素晴らしい試みだなっていうふうに思いますでも必ずしも、えー、とそういうものが一つだけということに限ったことではないですから私たちはやっぱり、えー、私たちなりに筋を通していきながらでこの先何かしらこう交わえるのか交わえないのか分かりませんけれどもそれが具体化していったときの話になっていくんじゃないですかね今のところ私たちは、えー、脇面も振らず自分たちで前に進んでいくってことをやっぱりやらなきゃいけない途中で、まあ、野党党第一党の詐欺的行為みたいなことに、ね つまされたというか、ある意味でそういうようなことも2021年の衆議院の時にはあったので、今度こそは私たちの本来持ってる力というものを十分に、十二分に発揮できるような衆院選にするということが第一目標であるということですね、だから、ある意味でそういう家庭の質問にはお答えしかねますが、みたいな話になっちゃうということだとは思います。はい